初代バーラム男爵、チャールズ・ミドルトンは、イギリス海軍の士官であり、イギリスの政治家である。スコットランド、ミッドロージアンのリースに、リンリスゴーシャー、ボーネス出身の関税徴収官である、ロバート・ミドルトンと、妻ヘレンの子として生まれた。母ヘレンの父親は、イギリス海軍のチャールズ・ダンダス官長、祖父は、スコットランド議会議員で裁判官の、ジェームズ・ダンダスである。 ジョン・ミドルトン淳章は、1741年、ミドルトンは海軍に入って、サンドイッチとデュークのキャプテンズ・サーバントを務め、後に、フランバラに、士官候補生健康会士として乗務した。1745年に海議となり、1748年に、西アフリカの駐留地に赴いた後、フリゲート・カンチェスター・フィールドで任務に就いた。 1754年に始まった7年戦争では、アンソンの艦上で任務につき、その間ルイブールでフランス艦を二隻打破した。その後はリーワード諸島に駐留した。1757年1月にグロックをめぐる事件が起きた際には、ミドルトーンはカットなって水兵に体当たりし、結局その水兵と軍法会議に出廷させられ、その後の転属され、 スループ艦スピーカーの指揮官に昇進した。1759年にはフリゲート艦アルンデルの指揮を任された。この時ミドルトンは初めて直任艦長に。翌年エメラルドで指揮を取っていたミドルトンは西インド諸島で16隻のフランス艦と数隻の試略船を出歩するという功績を挙げてイギリス領バルバドスの商人たちから感謝された。1762年、ミドルトンは フリゲート艦アドベンチャーの指揮をとり、ノルマンディ沿岸を巡回した。1761年の12月、ミドルトンは、ミード艦長の名のマーガレット・ガンブエと結婚した。ミドルトンは、その20年ほど前に、サンドイッチ艦上で、ミードと開戦していた。マーガレットは、ケント州テストンの、友人のエリザベス・ブーベリーの家の近くに転居した。1763年、 アドベンチャーでの任務を終えたミドルトンは、マーガレットが住むて、ストンの家に帰り、それから12年間、ブーベリーの土地に農園を作り、田舎のジェントルマンとしての役割を果たした。ウィリアム・ピット1775年、アメリカ独立戦争の勃発により、ミドルトンはノアで護衛艦の指揮を命じられた。ノアは、テームズ川川口のイギリス海軍の停泊地である。 その後ミドルトンは1778年に海軍主係局長となって12年間この役職を務めた。1781年には順断尺に助任された。時の首相ウィリアム・ピットは海軍造成の基本方針を示し、ミドルトンにそれを一任した。ミドルトンは12年間の在職中にイギリス艦隊を着実に強化し続けた。 このピットとミドルトンの尽力により、イギリス海軍は後の繁栄を迎えることになる。ミドルトンの心情は、洞察力と事務管理の能力であった。また、広告官でもあり、海軍協サンドウィッチ伯爵と衝突したこともあった。1784年、サーチャールズ・ミドルトンは、ロチスターから出馬して、トーリー島所属の庶民議員となった。6年間議員を務め、 その3年後に少々に昇進した。1793年には中将となり、翌年には海軍本部のコミッショナーに就任した。1795年には青色大将となった。最終的には1805年に海軍教に任せられるとともに、県都州のバーラムコートとテストンを領有する初代、バーラム男爵に除された。そして、 トラファルガーの海戦の勝利を見届けた後、翌年2月のピット死去をもって海軍を辞職した。また、1805年には赤色大将に昇進ており、その8年後に86歳でバーラムコートの自宅で死去した。戦列艦バーラムはミドルトンの称号であるバーラム男爵にちなんで名付けられた。ジェームズ・ラムゼー・ミドルトンは海軍の任務に加えて、 大英帝国の奴隷貿易に重要な役割を演じることになった。主計局長時代、ミドルトンは長年の友人であるジェームズ・ラムゼーの訪問をしばしば受けた。ラムゼーはセント・キッズのプランテーションで軍医として働いていたが、奴隷とプランテーションについて聞かされたミドルトンと妻のマーガレットとは奴隷貿易に反対するようになった。1784年、 ラムゼーは、イギリスの佐藤植民地でのアフリカ人奴隷の扱いと、回収についての随筆を出版して、反奴隷貿易世代の人々に感銘を与えた。この随筆は、特にマーガレットに影響を与えた。ウィリアム・ウィルバンホース・ミドルトン自身、西インド諸島まで任務で後悔しており、奴隷の待遇のひどさにうんざりしていた。マーガレットは夫に、この問題を議会で取り上げるように言ったが、 ミドルトンは自分が敵人であるとは思わなかった。ミドルトンは奴隷貿易廃止が長期戦で、しかも苦戦になることを知っており、若手議員のウィリアム・ウィルバーフォースにこの議題を取り上げるよう勧めた。ウィルバーフォースもおそらくはこの議題を取り上げるよう説得されていたはずであったが、ミドルトンが初めて議題を取り上げるように勧めたのが、ウィルバーフォースなのか他の議員なのかは議論の余地がある。 1787年になって、ウィルバー・フォースは、テストンのミドルトン邸で、当時盛り上がりを見せていた、奴隷貿易廃止運動の支援グループは、もちろんのこと、ジェームズ・ラムゼーとト,トマス・クラークソンにも紹介された。このグループには、エドワード・ジェームズ・エリオットや福音主義作家で、博愛主義者のハンナ・モア、ロンドン主教のベールビー・ポルテウスもいた。クラークソンは、バーラム・コートのミドルトン邸で、 奴隷たちの解放のために戦うことを初めて公にして何年もかけて多くの調査をし奴隷貿易に携わった何千人もの水兵から聞き取り調査を行って奴隷貿易に関する証言を集めた艦長をパトロンとする士官見習い公会長の補佐をする特務士官英語版でも詳しく言及されていないがオックスフォード DNB によれば サミュエル・ミード艦長と思われる。ありがとうございます。